やあ、こう。まだ起きてたんだ。ジュン、お前寝てなくていいのか？だいぶ回復してきたっつっても、まだ本調子じゃないんだろ？まあね。本当は二日はかかるところだし。でも、コウたちのおかげで、昼間は治癒に専念できたから、明日にはなんとか全力が出せるんじゃないかな。あまり無理はすんなよな。クロノス・オルデンか、ネメシスやゾディアックよりも、さらに謎が多そうだが。そうだね。秘匿事項に抵触するから、話せることはあまり多くないけど。そいつは？これが刻印。オルデンの騎士たる証さ。主と精霊に認められた者にだけ現れると言われている。ね。認められたか。なんつうか、ジュンにも色々あったみてえだな。まあね。本来は世俗の人間にこれを見せるのは禁じられてるけど、コウには知っておいて欲しかったんだ。僕が示せる数少ない本当のことを。正直自分でもびっくりしてるくらいだ。教会の人間である僕がこんなことを言っちゃうなんてね。ジュン、でもそれもまた本当のジュンなんだろ？うん、そうだと思う。コウたちと日常を過ごして、僕は僕自身ですら知らなかった小日向ジュンになれた。非常に徹すべきオルデンとして単なる弊害でしかないはずなのに、それをたまらないくらい愛おしく思っている僕がいる。森宮に来て君たちに会えて本当に良かったと思うよ。聞いてるこっちが恥ずかしくなるっつうの。でも俺も同じ気持ちだ。今まで俺たちが過ごしてきた日常は間違いなく本当だった。それだけは何があっても変わらねえ。いや、変えさせやしねえ。たとえこの先に何が待っていたとしてもな。うん、そうだね。刻印騎士としてなすべきことは今も変わらない。だけど明日はあくまでも大切な親友のために全力を尽くさせてもらうよ。しおりちゃんのことも含めて、君が行き着く先を見届けるためにも。ああ、ありがとな。よろしく頼むぜ、ジュン。